ダメージは足りない。本当に恐ろしいプレーですね。チャンバーフロストは避ける。チャームは当たる。さあこれでイモータルシールドを発動。しかしゼウスがバッコンの解放から返してくる。レダントンのシールドは入っていないぞ。ザメと戻ってフラッシュインお叩く。おお打ちだー。